ハロー YouTube スポーツ部活チャンネルの立ち順です。よろしくお願いします。今日はまあ、僕はホリエモンさんの YouTube もまあ見てる、まあまあ見てるんですけど、堀江さんがなのはね、スティーブ・ジョブスっていうかアップルコンピューターの歴史をね、こう3回にわたってやって、やっぱすげえ詳しいしまあ本も、僕もアップルの本持ってるんですけど、よく覚えてるなと思って、やっぱすごい、やっぱレベル違いますよね。ほんと好きなんだなっていう。で、僕もまあ Mac 好きなんですけど、もしよかったらね、これからパソコン始める人とか、プログラミング始める人もそうですし、僕まあ一応今もちょっと IT に関わっていて、ネットにね、まあ本当にね、その前はバリバリ IT 企業にいて、まあその前は普通の仕事だったんですけど、いろいろこう、だけどもともとインターネットやっぱ大好きで、僕世代が一緒なんで、今の堀江さんとかと。で、まあちょっと書いて、暇で書いて、アップルの歴史っていうのを、まあいっぱい出てるので、堀江さんやっぱ喋るの上手いので、まあもしよかったら見てください。なんていうんですかね、歴史する、知るって結構やっぱ大事だなと思って、まあでも今、もう、パソコンやってる人も細かくは知らないじゃないですか。いろんな、その間ドラマがあるので面白いなと思って、スティーブ・ジョブスのね、映画もあるんですけど、もっと細かい、僕違う本も持ってきて、なんだっけ、大きえっ、ー、とね、斉藤さんの大きなリンゴの木の下でっていう本があるんですけど、それも日本でのアップルの展開、すごい面白いんで、斉藤豊さんの、それもすごい僕持ってて面白いので、それ読んでみてください。で、まあいいや。で、僕がちょっとパソコンの歴史というね、初めてパソコンを手に入れたのは、実は今 MacBook Pro なんですけど、その前はあれですよ、MacBook Air で、今 MacBook Pro なんですけど、初のパソコンって僕ね、Windows なんですよ。実は。で、まあ、Windows、なんか書くとね、Windows だったんですけど、で、9801XE っていう、結構古いんですよ、これ。僕、大学の生、卒業した後かな。僕ね、基本的にパソコン持ってなくて、Windows95 が出た年が大学生で、そうなんですよね。で、僕世代はそうで、衝撃的な。ね、Apple とか Windows マークが昔はあったんですけど、僕の大学は一応パソコンが結構使えて、工学部もあったので、で、まあ、で、たまたまその先輩が、先輩のなんか知り合いがオタクで、パソコン何台も自分で作る人で、で、古いのがあるんで、デスクトップだっつってね、結構高かったんですけどね、まあかなり安く売ってもらって、結構すごい、ただなんかね、ちょっとね、不具合もあって、騙された感もあるかなと思ったんですけど、なんか微妙でしたね。ちょっと調子悪いから売ったのか。まあでも、デスクトップですよ。すごいでかい。もうちょっと感動で、スクリーンセーバーさえびっくりし、僕、あの時に、プログラミングハマってれば、今こんな、もっとリッチな生活してたかもしれない。まあ別にいいんですよね。僕、98、結構パソコン好きな人に、僕初めて買ったパソコンこれって言うと、おお、君、オタクっていうか、すごいの持ってたね。格安で中古を買って売ってもらったんですよね。で、まあ本当に C とかフォートラムとか、まあ知ってはいたんですけど、やんなかったですよね。インターネットいいな、楽しいなと思って、就職 IT 企業とかいいなと思って、体育学部ですかね、僕、東海大学、そんなとこ、なんていうんですか、行く、でも僕行きたいなと思ったんですけど、まあ、理工学部のやつでも、まあ、行ったんですかね。
まあ、都会でそんな当時まあ普通の大学だったら、今はねちょっとね少子化だし偏差値バリ落ちでみたいですけど、まあ理工学部はまあ普通ぐらいで 50,、まあ、50代ぐらいのだったんであれなんですけど、あのまあ歴史っていうかね、だから僕割とその詳しくはないですけど、その一番初めにデスクトップ 980XX やったので、なんとなく直感でブワーって触ってたんですよ僕。あんま読まないんで、その本とかでも、まあなんとなくそのいじってて面白いなっていうか、まあこう間違った操作もやるんだけど、こう試行錯誤でやっていくっていうか、割とそういうタイプなんで、だからまあ失敗もいっぱいするんですけど、まあその興味があればやってきたっていうんで、まあ Windows もね本当は1台ぐらい欲しいとは思うんですけど、ね、まあ、やっぱ僕な今もね Mac 嫌いな人多いしあれですけど、やっぱもうこのデザインとか Windows もね触らしたり触ったりしたこともあるしあれですけど、なんですかね、Mac の方がいいですよ、やっぱり高いんですけど、まあ Windows の方がいい面もあるんですよ、もちろんあるんですけど、まあなんていうの、動きとかなんていうの、エンタメに飛んでるような気がするんですよね、Apple の方が。まあ別に Windows も欲しいと思いますよ。困る時あるんで、まあ今ほとんどないですけどね。for Mac っていうのが多いんですけどね。もしパソコンをこれから始めれる、まあ主婦の方とかわかんないですけど、今まで触ったことない方で興味ある人は、パソコン買う前に、まあそのパソコンのパーソナルコンピューターを考えたのスティーブ・ジョブスなので、まあもちろんWindows もちろんいいんですけど、ビル・ゲイツもいいんですけど、その本を読むとから、あパソコンやろうってやった方がなんか何ていうワクワク感っていうかね、なんかこういきなり子供とかスマホ渡されて、あスマホだって思うじゃないですか、 iPhone じゃなくて、まあその何ていうんですかね、こんな先人がこんなことしてくれたから今こう使えてるんだっていうことに感謝っていうか、あ人間だな、人間なんだなっていうか、苦労して昔の人がこうやってくれたから、そうやって改革、革命とかイノベーションが進んでいくんだ、やっぱりこう試行錯誤で苦労して手に入れて、こう僕たちが今便利になってるって、それいきなりパンパンパンつってすごい DJ を否定するわけじゃないですけど、いい音楽を編集して新しいものっていうのはまあできないですよね、特にプロダクトの場合は。別に DJ が否定してないんですよ、やっぱ演歌とかクラシックとかロックとかいろんなのがあって、それが混ざっていろいろ試作をして新しいジャンル、音楽のジャンルができるみたいな、スポーツもそうですね、いろんなこう混ざってクリケットがあって野球ができるみたいな、サッカーもラグビーやってて急にボール持ってサッカーできたみたいな、そういうやっぱり流れっていうのがあるので、まあ、そういうのをちょっと知るとなんか嫌いとかパソコン苦手っていう人も入りやすいかなと思いますけどね。そこまでしてねやんなくても、ね、特に今ガラケーをお持ちの年配の方とか、まあ、ガラケー結構持ってる人多いと思うんですけど、そのジョブスの話を聞いたらちょっとはスマートフォンに切り替えれるかなとか思ったり思わなかったりということです。それではバイバイ。